どうも、岡剛です。今日は抜群の天気でございます。雲一つない晴天ですね。で、今日はね、奥さんとそのお母さんと一緒に角島まで行ってきたいと思います。まあね、あんまりもしかしたら動画撮れないかもしれないんですけども、可能な限り撮ってきたいと思いますので、では行ってみましょう。はい、角島の方到着しました。絶好の天気、やばいでしょ今日で、車ね、下の方に停めてきて、高台の方に今走って登ってきたんですけども、いいね、すごい。海もめちゃくちゃ綺麗ですよ。砂浜みたいなのもそっち側にあって、で、今から橋をね、ずっと渡っていって、奥の方にコットイカが食べられるね、美味しいお店があるので、そこまでね、行ってこようと思います。気持ちいい。でも走ってきたから少し暑い。あそこで手を振っています。じゃあね、タイムラプスも撮れてると思うので戻ります。あそこまで戻ります。はい、下の方に降りてきた。じゃあ行きましょうか。このブルゾンチェイミさん、いやいや、そんな簡単には回れないということで、先にご飯を食べて、あの辺りね、少しね、散策したいと思います。この上も登れるんじゃない？この上登ってみよう。ちょっと上の方に乗ってタイムラプスを撮っちゃおう。よいしょ。わあ、高い。結構ここも高い。このポジション。カメラ設置します。風強い。風切り音がやばい、まだ。風が強い。風が強いけど抜群だよ。降りよっか。はい、最後ちょっと海側の方に歩いていきました。風強いから髪の毛が
ぐちゃぐちゃ。あそこにちっちゃい鳥居がある。あら、車あそこ走ってるけど、車で行ける。じゃあこっからあそこ行こうかね。なんだっけ、道の駅豊北。では豊北へレッツゴー。車の中が地獄の暑さだ。はい、道の駅に着きました。豊北ですね。道の駅豊北です。駐車場が超渋滞してるっていう。で、さっきいたのがあそこ角島大橋で、橋渡ってお昼ご飯食べてっていう、散策してっていう感じだったんですけども、抜群にね、今日天気が良かったんですよ。最高です。で、海もすっごい綺麗で、あの辺りのね、鳥が飛んでたり、最高の景色ですね。ここいい感じの場所だと思います。で、まあね、今日は天気が良くて散歩ドライブ日和ということで、角島の方に来てみました。いかがでしたでしょうか。まあね、僕の動画結構こういう日常系が多いので、もしよろしければまた見てください。以上、岡剛でした。では、塩がすごい効いてる。